組めないクズできなくないなというものがちょっとあのまさかあの義堂がつなげてくれたとは思わずあのやっぱいろいろな作品やってみるもんだなとはいあのちょっと今テンション上がっておりますよかったですゲ <laughs> ストのお二方をお呼びさせていただきます主演の田中圭さんそして監督の城城秀夫さんです温かい拍手でお迎えください、so please welcome. Director of the first episode, episode one, Passing Fancy, Mr. Jojo Hideo, and the pro Mr. Tanaka Ke, who played the protagonist. 改めまして、本日のお話を伺うのは、田中圭さん、そして長城秀夫さんです。はい、お二方、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さまずは田中さんに、はい、皆様にぜひご挨拶をいただければと思います。はいえー、皆さん、本日はありがとうございます、田中圭です。えー、すごく、小津さんの作品を長城さんと一緒にこうリメイクできて、幸せです。今日は楽しんでいってください。 ありがとうございいいまます。す。Uh, in uh, uh, そししてジジョジョ監督お願た本当に、あのー、これはテレビ作品として作られたんですけど、あのーまあ、大きい、ね、映画っぽく。

まず城城監督に質問をさせていいいたただきたいと思います監督本作はですね日本を代表する映画監督小津安二郎の90年前に公開されたサイレント映画の出来心リメイクということになりました今回監督脚本を担当されましたけれどもこの世界の小津作品リメイクされるにあたってどういったところを監督は意識されましたかそううですね本当にあのー、もう 全員もう役者も知ってるしあのスタッフも,もうみんな小津、まあ、作品というのはどういうものかというのはな、まあ、何とな分かってたりして、はい、する中で,、あのー、でこの作品というのは意外と小津さんっぽくないというかみんなの,あの連想する小津さんとはまたちょっと違う若き日の郎作品なんですよね、はい、そういうところですごくこう何ていうか小津らしさみたいなものを あのあの真似しようとするとすごくこう、うん、逆に自分らしさも出ないしそうするとやる意味がないなみたいなところでだからなんかあまりこうそうですね小津さんのリメイクってことを意識しないように意識したみたいな感じですかね。なるほど So, um, director Jojo Ozu is undoubtedly the iconic director of Japan, and you took on the task to remake the silent film Passing Fancy, which was released 90 years ago. What were you mindful of in creating the world of Ozu with your own script? The answer to that is well, I am familiar with all the actors and all the actors and staff. They are familiar with uh, Ozu uh, works uh, to a certain extent, um, and this is actually a work of Ozu in his early days. Um, so it's not maybe typical Ozu that you would think about. Um, and if I uh, try to imitate sort of Ozu, then I would, you know, lose my own uh, self. So I was mindful that not I was mindful not to be too ca cautious about it. さあそして田中さん、今回主人公の喜八は妻と別れて息子の富雄と二人暮らしなんですね。はい、だけれども酒は博打に夢中でそういった父親を演じられていますけれども実際にこのお父さん役演じられてみていかかがでした喜、あのーまあ、八というキャラクターが、はい、まあ憎めななないいクズみたいな感じなんですよねんでなんでかわかんないですけど体感的にですけど。憎めないクズ できなくないななくいいとうものがちょっとなんかわかんないですけどありましてでもやっぱり原作を見るとちょっとこうプレッシャーも当然感じたりとかあ,のあったんですけどまあ監督がジョ,ジョ監督っていうこともありますしトミー・ボーとの関係性をとにかくまあ一番重視しようと撮影現場でも常にこうコミュニケーションを取ったりとか意識しようかなと思ってたんですけどまあ本当にゆりと君がかわいい本当に素敵なあな俳優さんであってトミー・ボーだったので。 まあ撮影入っちゃってからは、あのクズに徹しました <laughs> でも本当に、田中さんが演じられているお父さん、私も拝見したんですけれども、なんか、クズではないと言いますか、なんかこう、やっぱり息子との関係性を非常に私も感じたので、皆さんもこの大きなスクリーンで感じていただけたらなと、個人的には思っておりますけれども。そうですね <laughs> <laughs> so, Mr. Tanaka, you played the protagonist, Kihachi, who was separated from his wife and lives with his son, Tomio, and he's a bit of a loser figure, indulging in alcohol and gambling. How was it to play his role? The answer to that is well, Kihachi, he's a lovable loser. Um, that Actually, can work. I just got, had sort of visceral feeling. I can make it. Um, of course, there's the original, so there's a pressure coming from it. But the director is uh, director Jojo, and the relationship with uh, Tomio is something I focused on. So good I tried to communicate with Yuito, the, the the child actor, and he's such a sweetheart. And uh, um, so, but I tried to be, uh, you know, to act out the loser. And um, yes. ありしかし、そしてジョージョー監督と田中さんは昨年公開された映画「女子高生に殺されたい」でも監督、そして主演としてタッグを組まれました今回、再びご一緒ということでジョージョー監督は改めて,ご一,緒させてご一緒になっていかがでしたか。 こういうのってなかなか、あのー、監督がキャスティングに口出すことってほぼなくてだ、はいたい、あのーまあ、仕事依頼来,来ていくと主演が決まってたりとかほとんどその上層部で決めることが多いんですけどそ,、まあ、そんな中、今回の企画は、まあ、あのちょっと監督やりたい人どなったかいませんかみたいなお話があったんで本当、いろいろ考えてて。 でまあ、田中さんの名前もあった上がったんですけどちょっと役的にどうなのかなっていう思いがずっとあってでそんな中なんか夜中は僕あの深夜あの死神さんっていうやつの再放送を見ててああ入ったらあのあすごくこうあ変な。 田中さんがいるなぁと思って<笑><笑>あのあこうこういうことあこういうキャラもいけるんだと思ってなんかそうですねそれでちょっと勢いであの松竹さんにの方にわわさんと松竹さんのにちょっと田中圭さんどうですかねみたいな提案をさせてもらって実現しました田中さん今のお話伺っていかがですかいやあの僕えっとまあ 映画一本やらせていただいてすごくジョジョさん、まあ、僕大好きなんですけれどもジョジョさんとまたやりたいなと本当に思ってたんですよそしたらあのこのお話で、えっと、ジョジョさんから K でっていう話来てるけどみたいなのを聞いて僕はそれは本当かと <laughs> <laughs> そんなことあるのかと言いつつも、まあ、2つ返事ですよね、はい、あ,あもうもちろんやります ってやったぐらいの感じだったのであのまさかあの義堂がつなげてくれたとは思わず <laughs> あのやっぱいろいろな作品やってみるもんだなと、はい、あのちょっと今テンション上がっておりますす <laughs>、はい、かったですありがとうございます。 Yes, so um, this is not the first time, uh, but you would uh, work together. You teamed up in the film I Want to Be Killed by a High School Girl, which was released last year. So, how was it to collaborate again? And uh, Jojo San says, uh, well, Usually, this type of uh, project, uh, the protagonist or uh, actors have already been decided, uh, but I was fortunate enough to be asked if there's anyone that i like to work with. So I thought about uh, Tanaka-san, but then I wasn't sure. So in the middle of the night, I happened to watch this uh, Shinigami-san, the Death Lord, uh, and oh, wow, Tanaka-san is able to play such character. So, you know, with the impetus, I requested to Wawa and Shochiku Company. What about get, having Tanaka-san for that? And your uh, Tanaka-san reaction to that is, well, uh, because I love uh, director Jojo, he's fantastic. So I, of course, um, you know, I was happy to be requested, though I was doubting whether it's really, um, you know, was from him. But of course, I was, you know, I it's like, uh, yeah, yeah, who? I would do it. But so I thought, you know, I play this role of Guido, so any role I shouldn't neglect it. You know, anything can bring luck. ありがとうございます。はい、さあ、まだまだお話を伺いたいんですが、最後になりますかね？もう一問行けますか？あ、じゃあもう一問伺いたいと思います。さあ、今回ですね。再びサイタックとなりました。お二方なんですけれども、実際に撮影されてみて、印象的なエピソードなどなどございましたらぜひ教えていただきたいんですけれども、長女監督ございますか？ ね、以上でこんなことがありました、はいまあ、などいろいろありまあ言えないこととかいろいろありますね言えないことありましたねはいそうですねいやでも <laughs> 本当にいや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  <laughs> うんそうですねなんか本当 すごくこうスムーズなな現場だったなったていつも以上に本当にあ、まあ、スタッフも割とやりやすい感じでチームをいろいろ作ってくれたんであの松竹馬尾さんのスペシャルドラマってことで、はい、あすごくこうキャストも今まであの出てくれた方とまたご一緒できる機会が、うん 多かったりとかあとまあスタッフもカメラマンがいつものカメラマンだったりとかそういうところですごくこうやりやすい現場に加えてもう何か役者さん同士の息もぴったり合っててすごくこうなんていうかね本当に 全く手間のかかんない現場だったなっていうような気がしますね。うん。僕僕いいですか。はい、僕ジョジョさんにちょっと聞きたいことがあるんですけど、はい、僕あのジョジョさんのワンカットとかがまとにかくすごい好きで、はい、であのー、なんかもっと見たいなとかなんかすごいこうくすぐられるんですよ。で今回も。 あのまあ、分かりやすい、多分皆さんこれから見たら多分すぐ分かると思うんですけどクライマックスがあってそのクライマックスってやっぱ役者としては本を開いた時にあ今日一日こう気合い入れなきゃいけないなとか大変だなとか撮影時間かかるなとか思って現場行ったら監督があのお会いした時に「あの田中さん、ここワンカットでいきます」って言うんですよ。ここここみたいな <laughs> ここワンカットチョイスすんのってやっぱびっくりするんですけどあれは。 いつつ考えつくんですかいやそうロケハンとかの時に考えてあれはね割と直前っていうかいろいろあのそうですね何日かこうやってきて積み重ねてくる中で今まで取れてきたものとかを考えてあここはワンカットで行こうみたいに思ったとは思うんですよね。で,でもなんか あそこはでもちょっと驚かれるかなと思ったんですけど行ったときにあのまあ田中さん、いつもそうですけどねああ、そうですか分かりましたみたいな感じですよね全然驚いてないなって <laughs> いや,いや驚、驚いたんですけど <laughs> まあそうか、そうかワンカットなるほどねじゃバランス見てワンカットみたいなで、そういうワンカット撮ってる時ってやっぱり撮影大変じゃないですかこれ、ワンカットにしなきゃよかったなみたいなことは思ったりしないですか あいや、それはあんまりないですかね、あ<の>まあ基本的にカットは僕は長い方が好きっていうかあの、はい、なんで、えー、はい、ぜひすぐ分かると思うんで、わかったと楽しみにしていてください。 <laughs> <laughs> so, uh, anything that you could share uh, happened during the shoot, and Jojo-san says, "Well, there's so many things. There are even things that I cannot actually, um, you know, maybe allowed to talk about." Um, but it was the same team, um, people I'm familiar with, so I'm grateful that I get to also work with the same uh, director of photography, uh, so it was very easy uh, to work with. And uh, Tanaka-san has a question. Um, you know, you are known for this, or one like long shot. Uh, and uh, you know you really want to watch more of that so um, and then this time around i received my script and then i it took me by surprise oh this he, he chose this uh, particular scene for that and then uh, so i just like to know when and how you make that choice jojo san's answer to that is well while i'm location scouting and also with other shoots in relation i then I chose that particular, uh, scene, which you should be able to tell. Um, I thought Tanaka-san would be surprised, but then, you know, he was okay with it. He was cool about it. So, um, yes. So it's about, uh, having a good balance as well as a, um, yeah, I also love, uh, long shot, one cut. So this is quite obvious. So I hope you'll enjoy it. ありがとうございます。まだまだたっぷりと伺いたいんですけれども、この後見ていただきたいと思いますので、ぜひ田中さんから皆様にメッセージをお願いいたします。はい、えー、皆様今日本日は改めてありがとうございました。えっ、ー、と図さんの、えー、こうまあ本当100年まあ昔の本当90年前かとかのあのサイレント映画なんですけれども、すごいあの現代の。 現代なのか何なのかわからないところにうまく落とし込んでいる子新しいものが生まれたリメイクだと思っております。と全部で6作品今日はねあの2作品ですけれども全部で6作小津さんの世界を描いておりますのでまあ今日だけに今日すごい楽しんでいただいてそしてまた今度も楽しめるという来てよかったですねという。 会になると思いますので、ぜひ、今日は、えっと、日本楽しんでいってください。ありがとうございました。ありがとうございます。上場監督からも、お願いいたします。はい、えー、これ本当、僕自身、まだ、他の監督の、み、も、見ていないんで、あの、楽しみに。あの、今日も、え本目一緒に、皆さんと一緒に見ようかなと思ってるんですけど。本当、多分、本当、いろいろな、ええー。 作品にテイストもバラバララだと思いますでこの頃の小津さんっていうのはちょっとあの知らない方も多分いると思うんですけどすごくこうみずみずしい若々しい作風であったりするのを、えーまあ、もう僕なんかあの結構もう老害ですけどあの若手の監督がバンバン撮ってすごく面白い企画だと思いますんで、あのー、ぜひ他の作品も見てください、えー、今日はじゃあこれから楽しんでくださいよろしくお願いします。 So, Tanaka-san says, uh, in wrapping uh, the session, yes, uh, this is a work of Ozu. Well, original was shot 90 years ago. Uh, it was a silent film. So, even watching this uh, remake, you may wonder: was it, did it in the current time or uh, other time, but it's something you will find something new, and uh, you'll be watching two works today. Uh, but I hope you will watch the rest uh, as well. And Jojo san says, um, Yes, I am going to watch with you uh, two uh, films, uh, two works, and I am looking forward to seeing others as well. Um, so uh, this is quite unique of Ozu. It's a little different. You know, he was shot in his still early um, time, it has a very useful touch. Um, um, and also, I am quite a veteran director, but other directors um, shooting other episodes are quite young. So I think this is a very good uh, uh, project uh, of good nature. So I hope you will enjoy other episodes as well. Thank you very much. Okay, now we are having a... Uh, for the shoot uh, this is only for the accredited press スチールのカメラマンの皆さんセンターに目線をお願いいたしますはい右手側に目線をお願いいたしますよろしいでしょうかはいあもう一度右手側にお願いいたしますよろしければ左手側に行きます左手の皆様よろしくお願いいたします皆様よろしいですか はいよろしいでしょうかでは奥のムービーの方に目線をお願いいたします後方の方に、えー、お手振りをはいお願いいたしますムービーの皆様よろしいでしょうかはいありがとうございます改めて貴重なお話をお二方本当にありがとうございました皆様 大きな拍手でお送りください。主演の田中圭さん、そして監督、上城秀夫さんに登壇いただきました。ありがとうございました。<laughs> ちょっと分かりづらいですけど <laughs> ありがとうございました。